シンガポールの大統領はシンガポールの元首である。ウェストミンスターシステムを取るシンガポールでは大統領は儀礼的な存在であり行政権を保持しない。行政権は内閣にある。1993年の選挙よりも前は大統領は国会によって選ばれていたが、1991年に憲法が修正され直接選挙によって選ばれるようになった。 それに伴い大統領の権限も拡大された。直接選挙で選ばれた初代大統領はオン・テンチョンで、任期は1993年9月1日から1999年8月31日までだった。2016年11月、大統領選挙制度の憲法改正が行われ、マレー系、中国系、インド系の民族集団の中で直近の5期にわたり、 大統領を出していない民族集団があった場合はその民族集団に属する者しか立候補できないことになったため2017年の選挙での候補者はマレー系に限定されていた2017年9月14日にハリマヤコブが大統領に選出されているシンガポール大統領の特徴的な権限として財政規律維持のため大統領顧問会議の議を経て 自らの判断で行使できる差し止め権が広く認められていることが挙げられる。大統領が CPA の義を経て差し止められる対象には以下のようなものがある。CPA は6名で構成され、そのうち大統領が2名を指名、首相が2名を指名、最高裁長官が1名を指名、PSC が1名を指名する。CPA の議長はこの中から大統領が指名する。 宗教調和維持法は、宗教間の対立を先導するものに対する活動禁止命令を規定しているが、政府による同法の執行に対し、宗教調和のための大統領会議の議を経て、大統領の判断により差し止めることができる。また、議会の解散、大統領の権限を縮小する法案、国民投票でに三以上の支持を得ていない憲法的法の改正案については、 大統領が単独で、自らの判断によって差し止めることができる。首相の任命も大統領単独の判断で行われるが、内閣は議会に責任を負うため、実際には多数党のリーダーが任命される。1999年、2005年と候補者が一人しかいなかったために不戦勝となり、1993年以来の投票となった。また、 三人以上が候補者として立候補したのはこの選挙が初である。結果はトニータンが745,693の有効票を集め勝利した。また2017年9月23日に大統領選挙が行われる予定であったが候補者が一人を除いて全員要件を満たしておらず失格となったため再び不戦勝となっている。ありがとうございます。